Malakumulu is a modern name according to an archaeologist who names the site in Maya. Ka means two, lak means adjacent, and mu signifies an artificial mound or pyramid. So Malakumulu is a city of the two adjacent pyramids.In ancient times, the city core was known as Oxtetun, meaning three stones. Another name associated with the site, and perhaps a larger area around it, is Chiknab. The laws of Karakumulu identified themselves as a Kuhuru Kanar Ajau, or divine laws of the snake.Then I, Hiroshi Hayashi, calls the site Kingdom of Snake. Karakumulu, 世界でも最大級のピラミッドと言われています。Karakumulu というのは、マヤにおいては、か、二つの、lak、近くの、mu、ピラミッド、つまり、二つの近くの山という意味だったそうです。古代においては三つの石とも呼ばれていたそうですが、カラクムルの王たちは自らをクルフ・カーナル・アジャウ、つまり蛇の神聖な王と呼んでいたそうです。そんなことから私、林博士はカラクムルを竜、つまり蛇の王国と呼んでいます。博士、林、浜松シティ、ジャパン。カラクムルはまさしく蛇の王国でした。ナスカにその証拠が残っています。この黄色いラインはカラクムルから引いてきたラインです。3本ありますが、その中の1本のこのちょうど出口のあたりには、このような一般には渦巻きと言われている模様が描かれていますが、これは渦巻きではありません。頭があります。つまり蛇、竜だということです。それをこの動画の中で説明したいと思います。まさにカラクムルは蛇の王国でした。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mystery of Spirals in New Mexico. A story of Kingdom of Serpent. ニューメキシコの謎の螺旋模様、蛇の王国。ニューメキシコ州周辺では奇妙な螺旋模様がたくさん見つかっています。ブライス・インタグリオス、カフキアマウンド、そしてサーペントマウンドをつなぎます。その先にワシントン DC があります。ニューメキシコ州というのはこの辺りを言います。まあ、この辺りで奇妙な螺旋模様がたくさん見つかっています。インディアンヘッドロックと、サーペントマウンドを線でつなぎます。サーペントマウンドとティオリア間の太陽の塔と線でつなぎます。その間の角度は正確に 90.00 です。この3点は点で取れますから、皆さんも簡単にご確認していただけると思います。これが奇妙な螺旋模様です。これは何かということですね。まあ、ユタ州、それから、でも見つかっています。それから、アリゾナですね。まあ、言うまでもなく。まあ、その辺の、この螺旋模様を集めてみました。で、これは何かですけども、ヒントがないわけではありません。まあ、その謎を今日は解いてみたいと思います。まず、サーペントマウンドですね。これが皆さん、サーペントマウンドです。まあ、これは絵ですけども、蛇の模様が書いてあります。サーペントマウンドからナスカに線を引いてみます。サーペントというのは蛇という意味ですよ。大きな蛇をサーペントと言います。このサーペントマウンドを示す滑走路が見つかります。
この三角の滑走路の右側の部分です。で、今日は滑走路の精査ではありません。その出口のところに実は螺旋模様があります。が、これは螺旋、あるいは渦巻き模様ではありません。蛇です。頭がちゃんとありますね。すなわち、サンペトマウドを示す滑走路の端には、蛇の、まあ、線が、が書いてあるということです。ペトログリフィスが書いてあるということです。次にカラクルムです。これは731年頃に掘られたものだそうです。それほど古くはありません。このカラクルムはですね、蛇の王国の神聖なる王というふうに、まあ、説明されています。そして、歴代の蛇を、王様の名前の中には、サーペント、スクロールサーペント、トグロを巻いた蛇とかね、それから下の方にグレートサーペント、偉大な蛇王というのが書いてあります。非常にカラクウムルはですね、蛇と関係があるということです。カラクルムからの線は4本あります。1本は怪しいですが3本はあります。その中でも一番古いのがこの、ランウェイです。このランウェイのちょうど離陸点のあたりにも螺旋模様が書いてあります。ご覧ください。カラクムル、すなわち蛇の王国の模様ですね。ですから、ここに蛇の模様が書いてあります。この模様について、まあ、説明した本って言いますかね、部分は私は見たことがありません。これ蛇なんですよ。緯度経度はここに示しておきますから、ご自身でご確認ください。すなわち、これがサーペントマウンドの出口のところに書かれた蛇のマーク。そして右がカラクムルの出口のところに書かれた蛇のマークです。頭もちゃんとありますね。まさに蛇です。すなわち、渦巻きは蛇を示すということです。サーペントマウンドを見てみましょう。このサーペントマウンドにも渦巻きが書いてあります。この部分ですね。ちょっと見にくいかなと思いますけども、渦巻きの模様が書いてあるのがわかりますね。このように、まあ、渦巻きイコール、まあ、ニューメキシコあたりでは蛇と考えて良いわけです。あるいは世界中でも同じようなマークが使われている可能性があります。渦巻きがすべて蛇というわけではありませんけども、蛇を疑っても良いということですね。ということで結論を申し上げますと、ニューメキシコ州あたりで見つかっている、州とは言ってませんのでね、この渦巻き模様は蛇のマークであると。まあそのように私は結論付けました。まあ、全てが蛇というわけじゃなくて、螺旋じゃなくて多重の絵になっているのもありますから注意してください。で、蛇のマーク。なわち、この螺旋模様は蛇、サーペント。すなわち、東洋的に言えば竜だということです。最後にデビルズタワーの話をおまけにさせてください。ここに、まあ、インディアンヘッドがあり、インディアンヘッドとナスカをつなぎます。その進捗線下にデビルズタワーがあります。これがデビルズタワーのある場所です。デビルズタワー、まさにそれと言わんばかりのってます。言いたい、まあ、なんて言いますかね。もう見るからにそれと思わせるような山です。まあ、どう思われるかは皆さんの判断ですけども、インディアンヘッドとナスカの進捗線下にあるという意味で、何か大きな謎が隠されているように思います。私はしかし、今回これを調べるまで、頂上がですね、平面になっていることを知りませんでした。次の写真が平面になっていることを示しています。ね。こういう山なんですよ、皆さん。何かを感じますね。Nazca lines are inheritance from Martians to humans
to let us know the real history with God。 ナスカのラインは火星人が私たち地球人に残した、つまりは歴史的遺産ということになります。このような形で火星人たちは人間に遺産を残してくれました。その遺産によって私たち人間は人間と神々の真の歴史を知ることができるようになりました。広し林浜松シティジャパン。ナスカのあのライン群は誰が何のために引いたものでしょうか。その謎を解く鍵がアメリカのあのエリア51にありました。まず皆さんをナスカ高原へ案内します。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数のラインが引かれていますが、その中でも特に際立ったこのやや左にあります白いラインに注意してください。一般にはグランドクロースと呼ばれているラインです。長さが10キロ以上、幅は20メートルから40メートルあります。このラインは伸直線に正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。この黄色いラインは正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。エリア51はアメリカでも最も重要かつ秘密基地ということになります。そのエリア51の51は11種ゲマトリア、つまりユダヤの暗号によれば火星を意味します。火星です。そしてこのナスカおよびやや北方のパラカスではこのような縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。縦長長頭人間です。ではこの縦長長頭人間は誰でどこから来たのでしょうか。その謎を解くヒントをあのゼカリア・シッチンが残してくれました。この本の1ページの中央部の挿絵に注意してください。この挿絵の中央部に書かれている人物に注意してください。左に書かれているのが六芒星。火星は太陽系の惑星を外側から数えて6番目ということになります。地球が7番目、そして金星が8番目ということになります。六芒星イコール火星のシンボルマークということになります。この挿絵の中の右から2人目中央に描かれているこの人物に注意してください。イギギです。そのイギギについてウィキペディア・イングリッシュには次のようにあります。イギギ was a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology, though sometimes synonymous with the term Anunnaki.In one myth, the Igigi were the younger gods who were servants of the Anunnaki until they rebelled and were replaced by the creation of humans. つまり、イギギというのはシュメール神話の中では天の神と考えられていた。そしてイギギはアヌンナキの同意語として使われることもあった。そのイギギは反乱を起こし、人間の創造によって置き換えられるまで、イギギはアヌンナキの召使いであったと。これがその円筒印象と思われる図柄の説明文ということになります。ただ、ゼカリア・シッチンはこの挿絵についてですね、左上に書かれているのは火星であり、中央に書かれているのがニビル、つまり、横切る星であると説明しています。がここで注意していただきたいのは中央のその人物です。
これが太陽と世界列地が説いています。そしてこれがイギキ、火星から来た人という意味だそうです。そして左上に六芒星が描かれています。まあ、ここから火星人ということを世界列地は判断したのだと思います。そしてその中央の人物の左右に人間らしき人物が描かれています。まあ、かなり大柄な人間ですから神だったかもしれません。この手をかざしている点に注意してください。右はですね、エジプトの壁画に残っている絵ですけども、皆手をかざして挨拶をしています。まあ、このような形で古代の人たちは相手に挨拶をしたわけですけども、まあ、大抵は目下の人が目上の人に対してこのように挨拶しているということになります。目上の人が目下の人に同じように挨拶している絵もエジプトの壁画に残っています。それはともかくもこの人物に注意してください。異様に頭が上方縦長に長く、そして頬骨が出ているのがわかります。少し回り道をしましたので最初の話に戻ります。ナスカです。ナスカのグランドクロスに注意してください。縦線ですね、今黄色いラインでそれを示しました。このラインは正確に正確に正確にエリア50種の方向を示しています。51種というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。ここが重要です。51種というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。この黄色いラインはナスカ高原の中にあっても際立って目立つラインということになります。つまりナスカ高原の中においてはラインの中のライン、ラインの王ということになります。そしてナスカおよびその北方のパラカスではこのような縦長超等人間の頭蓋骨が300個以上発見されています。縦長超等人間です。その頭蓋骨と先ほど紹介しましたイギギの絵と比較してみてください。イギギと中央下の縦長超等人間の頭蓋骨です。私林博士はナイル川周辺の例えばツタンカーメン王家族の頭蓋骨およびドゴン族のアーティファクトに残っている横長超等人間の頭蓋骨と区別してパラカス周辺のこの頭蓋骨を縦長超等人間と呼んでいます。それはともかくもこの縦長超等人間の頭蓋骨と左側イギギの頭の形が大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。長い頭、そして出っ張った頬骨ということになります。つまり向かって左側この人物がイギギ火星人ということになりますから、当然向かって右側のこの縦長超等人間もイギギ火星人ということになります。こうしてゼカリア出陳の解読した謎とエリア51と、そしてナスカ高原のライン群がつながりました。が、それだけではありませんでした。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画です。この赤い帽子のようなものをかぶった人物の喉を見てください。生命維持装置のようなものがついています。で、拡大していますと、人間らしからぬ顔をしているのがわかります。そうです、縦型超等人間です。その縦長超等人間をダ・ヴィンチ自身が描いていました。右から二人目はパラカスの縦長超等人間です。同じ顔であることに注意してください。そしてその上の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり今から2000年前のイエス・キリスト自身であると私は判断しています。このようなスケッチ画を1500年後のイエスが私たち人間に残しました。そしてこれが私たちがよく知っているダ・ヴィンチの肖像画なるものです。こうしてダ・ヴィンチと一連の縦長超等人間とつながりました。
ナスカ高原です。このラインがナスカ高原のラインすべてを代表しているということになります。そしてそのナスカ高原はエリア51とつながっています。つまりエリア51は地球における火星人の基地ということになります。あなたの声がこう聞きました。誰がナスカラインを作ったのですか？もちろん私です。私たちが作りました。あなたの声がこう聞きました。では何のためにナスカラインを作ったのですか？もちろん人間のためですよ。あなた方、人間のためですよ。え？人間のためですか？もちろんそうですよ。いつの日か人間の皆さんはこうした事実を暴き、そしてこうした事実を知るところとなるでしょう。そしてその時、人間の皆さんは私たち火星人との歴史を知るところとなるのです。ナスカ高原のそれぞれのラインはそれぞれの遺跡へとつながっています。そしてそれぞれの遺跡との関連性をこのナスカ高原のラインを知ることによって皆さん地球人も知ることができるのです。つまりね、ナスカのラインというのは人間の皆さんのための言うなれば歴史の記録書ということになるのです。わかりますか？つまりね、ナスカラインというのは未来のあなた方のような人のための、つまりは遺産ということになるのです。これによって皆さんは人間の真の歴史を知るところとなるということです。あなた方火星人が地球人のために残してくれた遺産ということになるのですか？そうです。もちろんそうです。あなた方人間はこのナスカラインの謎を解くことによってあなた方が何であって、そしてどこから来たかを知るところとなるのです。いいですか皆さん、あなた方人間は神の息子たちであり、そして娘たちなんですよ。それをこのナスカラインによって皆さんは知るところとなるのです。ナスカラインズIn Nazca Plateau in Peru are lines that show the directions to each ruin. I name this theory Hiroshi Hayashi's Nazca Theory, and the lines to the similar ruins gather together at one single platform in Nazca. I name this theory Hiroshi Hayashi'sPlatform theory, and then we are able to know the historical connections between these ruins with these two theories. Moreover, we are also able to solve a mystery of a ruin with these two theories, a mystery of a ruin which is left unknown what it is for humans.Then, I, Hiroshi Hayashi, hereby define the theory as Hiroshi Hayashi's line history theory, because with the theory, we are able to know the secret history of the ruin, what it is. Then the largest mystery of Nazca lines is that, who created these lines, for whomand what for? But I can hear their voices whispering in my ears that someday you will reveal this fact and you will know what Nazca lines are. And then it's time for humans to know what we are and what for we did it. We did.Left these lines for humans to know that the whole hidden history on this planet
The earth were created by us. Now is the time for you to know the truth of human history. Because the history of this planet is the history of ours as well as of yours. Humans are not alone on this planet. Both you and we are brothers and sisters. ナスカラインは世界の拠点の方向を示す方向指示ラインです。これを林浩司のナスカ理論と言います。また関連性のある拠点からのラインはナスカ高原で一つのプラットフォームに集まります。これを林浩司のプラットフォーム理論と言います。つまり逆にそのプラットフォームに集まるラインからそれまでは分からなかったその先にある拠点の謎を解くこともできます。言い換えるとナスカのラインおよびプラットフォームはその謎の答えを私たち人間に教えてくれる言うなれば歴史ラインということになります。これを林浩司のラインヒストリー理論と言います。だから私にはこんな声が囁いているように思います。いつか君たち人間はこの謎を解く時がやってくるだろう。その時君たち人間は誰が何のためにナスカのラインを引きプラットフォームを書いたかを知るだろう。そう、そのラインを書きプラットフォームを書いたのは私たちなんだよ。人間の歴史は同時に私たちの歴史でもあるんだよ。この地球は人間だけのものではないんだよ。つまりね、私たちはあなた方人間と兄弟なんだよと。広瀬浜松シティジャパン。
Alaska lines are inhabitants from Martians to humans to let us know the real history with God. ナスカのラインは火星人が私たち地球人に残した、つまりは歴史的遺産ということになります。このような形で火星人たちは人間に遺産を残してくれました。その遺産によって私たち人間は人間と神々の真の歴史を知ることができるようになりました。広し林浜松シティジャパン。
Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro, and Mekakaba. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder.一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩司のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林浩司はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが私林浩司のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Some Japanese archaeologists claim that the front approach of Teotihuacan shows the direction of the sunrise between the rainy season and dry season of the year. Is it true? According to my Hiroshi Hayashi's line theory, the front approach shows the direction sharp to Mohenjo-daro, Pakistan now.Which do you think it is more rational? ある日本人考古学者はこう主張しています。テオティワカンの参道はその地方の雨季と乾季の境目にあたるとき、太陽の日の出の方向を示していると。が、私、林浩司の考え方は全く違います。林浩司のライン理論によれば、テオティワカンの参道は、真直線にモヘンジョダロの塔の方向を正確に示しています。テオティワカンの参道は、別名、死者の大通りと呼ばれています。また、モヘンジョダロというのは、死の丘という意味です。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Teotihuacan の月のピラミッドです。月のピラミッドは参道の端にあります。古代においては月の神の方が太陽の神より位が上でした。ともかくもその参道はまっすぐとモヘンジョダロの塔の方向へ向かっています。この赤い線がそれを示しています。モヘン
ジョダロ、つまり死の丘という意味だそうです。これが木偏ジョダロの塔ということになります。で、その木偏ジョダロの塔の中心部からピョーティー和漢にラインを引いてみます。黄色いラインがその線です。このラインはピョーティー和漢の月のピラミッドを正確に横切ります。注意深くご覧ください。この黄色いラインですね。この黄色いラインは、木偏ジョダロの塔から引いてきたラインです。注意深くご覧ください。この黄色いラインです。参道は長いですね。長くてもこのように重なるということは、正確にこの参道は木偏ジョダロの方向を示しているということになります。つまり、テオティワカンの参道は、木偏ジョダロの方向を示しているということになります。林博士のライン理論をもう少し詳しく説明してみます。偶然ではありえないということを証明しながら、そのラインが人為的に引かれたものであることを証明するのが林博士のライン理論です。このグリーンのラインは右がギザ、そして左がイースター島へとつながる線です。その伸直線下にナスカがあります。そして赤道と横切る点をウエストポールと私、林博士は呼んでいます。基準点中の基準点です。その角度は正確に60度となっています。ギザ方向には120度ということになります。南極点とつないでみてください。そしてそのウエストポールからですね、ピョーティー和漢にラインを引きます。左の白い点が中心点ですね。ここがピョーティー和漢です。ピョーティー和漢から 90.00 で、まあ北の方向に向かいますと、木偏ジョダロです。そして 60.00 で向かいますと、その先にギザのピラミッドが位置します。そしてまっすぐ下、ややエラーが出ますが、イースター島へ向かいます。まあ、ほぼ90度ということです。つまり、ピョーティー和漢を挟んでですね、イースター島と木偏ジョダロは反対側の位置にあるということになります。そして、そのピョーティー和漢へ、木偏ジョダロからラインを引いてみます。上のラインが木偏ジョダロから引いてきたラインです。そのラインは正確にピョーティー和漢の参道と重なります。これがライン理論ですね。もう一度確認してください。上が月のピラミッドですね。その月のピラミッドを正確に横切り、そしてその木偏ジョダロからのラインはピョーティー和漢の参道と正確に重なります。グリーンのラインは、イースターとナスカから繋いできたラインです。赤いラインは、ピョーティー和漢へ向かうラインですね。黄色いラインは、木偏ジョダロと、ピョーティー和漢を繋いだラインです。こうして、まあ、それぞれの拠点の位置が決まっていきます。黄色いラインに注意してください。木偏ジョダロとピョーティー和漢を繋ぎますと、この間の角度は、正確に、60.0000 となります。そして、ギザの第一、第三ピラミッドに注意してください。点を取るのが難しいですから、この、まあ、いわゆる頂点の角に点を取ってください。第一と第三の角の点を取ってください。その線、作る線と、そして、この黄色いラインは、正確にはポポカティペティですけども、ほぼ、まあ、間違いなくって言いますか、エラーなくピョーティー和漢の線と 90.00 で重なります。そして反対側45.00 で線を引きますと、木偏ジョダロへと向かいます。このような位置関係にあります。これを偶然と言うか言わないか、それは皆さんの判断ということになります。私、林博士は偶然とは考えていません。すなわち、これは偶然ではない。人為的にこうした位置にそれぞれの
拠点が置かれたということになります。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about the story of landmarks in Nazca, Peru. Geoglyphs in Nazca. Most of you always wonder what these landmarks are in Nazca. And here I can give you, and I promise you, to give you the answer of these geographies in Nazca. Okay, these are some of the line pictures in Nazca. And you will know the answer at the end of this video. This is Mount Wulaun, the most major important alien's footfall on the Earth. And this line comes from Mount Wulaun. The line runs over this runway like this way. And you can see a very small, strange picture here. And what do you think this is? This is a mountain. See? So, this runway is a runway to go to Mount Orobon, Palenque, Mexico. This is Palenque, Mexico. And this line comes from Palenque. And the line goes along the edge of the runway like this way. Now you see, this is the line from Palenque, and you see a very beautiful, well-known bird here. Now you know what this is. This is a hummingbird. Hummingbird is a bird in Mexico. So this runway shows the direction to Palenque, Mexico, and Serpent Mound, USA. Now I draw a line from Serpent Mound to Nazca, and you can find a beautiful runway too here. This line comes from the Serpent Mound, right? Make sure by yourself. Okay, here you can see another line picture. Geoglyphs, and what do you think this is? Of course, this is a serpent, a snake, scurrying snake. And you can see a head here. This is a head, right? So, this line is a line to Palenque, and the Calaculum, Kingdom of Snake, or Kingdom of Serpent. The name of the kings are Serpent King, a Great King, Scurrying Serpent, or a Great King. Anyway, this is a line from Calaculum. Okay, here, you can see also another serpent here, because this line comes from Calaculum, Kingdom Snake. See, here is a snake, big snake, another one. So, this indicate that this line will take you to Calaculum, Mexico, and Inchu in Japanese, China. This line comes from Inchu, Inchu, China. And you see how it runs along the edge of the runway. And you can see a picture here. I don't think anybody has realized this yet. This is which what I found. See? This is also line picture on the Nazca. You can see this cap decoration for ancient Chinese people. See? So, this line picture in Nazca shows the sort of a line
cap decoration for Chinese people in ancient China. Mount Ulam again. This is Mount Ulam again. And Nazca. And also you can find a beautiful another runway in Ulam. There are a dozen of runway in Nazca to Ulam because Ulam is a major, very important footfall aliens, for aliens. This is a mound, okay? Two mounds. And here you can find another line picture. Here. A spider. Can you see a spider here? Yes, this is a poisonous, very poisonous spider in Papua New Guinea. So, this runway, spider shows that this runway will take you to Mount Ulawun. Also, at the edge of end of the runway, you can find another bird. They say this is a condor. No, this is not a condor. This is a. Have a look at this as a condor. Okay, different type of bird. Who said this is a condor? Okay, have a look at the tail feathers. Right? This is what I want to tell you. This is not a condor. Then you may ask me where this bird come from. It comes from. I'll show you. This is a line from Ulam, Mount Ulam. Very important major footfall in Papua New Guinea. And this green line shows a line from Salar de Coipasa, Chile. Another major footfall for aliens. So, it's us, says these birds from Papua New Guinea. They got longer tails. Alright? So, that is not condor. There are three active volcanoes in Papua New Guinea. From the north, Mount Ulawun, Mount Wangor, and Mount Garbuna. Let's draw lines from each of the three volcanoes to the Nazca Plateau. These three lines meet on one platform in Nazca. The lines will overlap very accurately, so please check with your own eyes. But that's not enough yet, I know. So have a look at the entrance of that platform. A bird is drawn here. A bird with short wings and a long tail. So where does this bird live? I, Hiroshi Hayashi, have decided that this bird lives in Papua New Guinea. Even in Papua New Guinea, it is a bird that is also the emblem as a symbol of the island. Papua New Guinea には3つの活火山があります。北からウラウン山、ワンゴール山、それにガルブナ山です。その3つの火山からナスカ高原に線を引いてみます。これら3本の線はナスカの1つのプラットフォームに集まります。大変正確に線が重なりますから、どうか皆さん自身の目で確かめてみてください。が、これだけではまだ十分ではありませんよね。で、そのプラットフォームの入り口のところを見てください。そこには1羽の鳥が描かれています。羽が短く尾が長い鳥です。ではこの鳥はどこに住んでいる鳥なのでしょうか。私林博士はこの鳥はパプアニューギニアに住む鳥と判断しました。パプアニューギニアでも島のシンボルとして
エンブレムにもなっている鳥です。広し林浜松シティジャパン。ではもう一度画面を見ながら最初から説明します。パプアニューギニアです。その島の一つに三つの火山があります。北からウラウン山です。二番目がワンゴール山です。そしてガルブナ山ですね。日本ではボラ山としてよく知られています。でこれら三つの火山の中心点からナスカ高原に向かって線を引いてみます。するとこの3本の線は一つのプラットフォームに集まります。ナスカ高原へ案内します。このプラットフォームに3本の線が集まります。左から引いてきた黄色いラインが、これがウラウン山から引いてきたラインです。注意深くご覧ください。正確にこのプラットフォームの上の辺と重なります。ウラウン山ラインと私は呼んでいます。そしてこのプラットフォーム左右に小さな黒い点、つまりマウンドがある点に注意してください。今黄色いラインを引いてきましたが、これがワンゴール山から引いてきたラインです。マウンドとマウンドを正確に横切ります。つまりこのプラットフォーム全体はですね、ワンゴール山を示しているということになります。まあ、このようにナスカ理論および林浩司のプラットフォーム理論によればですね、関連性のある拠点からのラインは一つのプラットフォームに集まります。上がウラウン山から引いてきたラインです。下がワンゴール山から引いてきたラインです。となるとこのプラットフォームはパプアニューギニアと関係があるのかというと、これだけでは不十分ですよね。別の3箇所の場所を示している可能性もあります。そこでこの赤い四角で囲った部分を見てください。ここには奇妙な鳥が描かれています。羽が比較的小さく、尾羽がですね、異様に長い鳥です。私林氏はこの鳥はパプアニューギニアに住む鳥と判断しました。パプアニューギニアのエンブレムにもなっている鳥です。大変美しい鳥です。この鳥は羽が短く、尾が異様に長いことで知られています。皆さん自身の目で比較してみてください。つまりナスカ高原のこの3本の線が集まるこのプラットフォームの横に書かれている鳥はパプアニューギニアに住む鳥ということになるのではないでしょうか。似ているとか似ていないとかという問題ではなくて、その特徴を大変正確に右の地上絵は捉えているということになります。羽が比較的小さく、そして尾羽が異様に長い鳥です。皆さん自身の目で比較してくださいと言いながら一本線を忘れていました。もう一本線があります。それがガルブナ山、ボラ山、ボラ山、ボラ山からのラインです。このプラットフォームの下のラインがそのラインです。今黄色いラインでそれを皆さんにご覧いただいています。つまりこのプラットフォームには上からウラウン山、ワンゴール山、そしてガルブナ山からのラインが集まっているということになります。まあ、こうしてまた新しいと言いますか、林浩司のナスカ理論の正しさを証明する新しい事実が出てきました。つまりこの3本の線がですね、林浩司のナスカ理論の正しさを証明するラインということになります。もう一度確認してください。パプアニューギニアのこの島には3つの火山があります。ウラウン山、ワンゴール山、そしてガルブナ山です。この3つの火山から
ナスカに向かってラインを引いてみます。上からウラウン山、そして黄色いラインがワンゴール山、そしてブルーのラインがガルブナ山からのラインということになります。そしてこの3本のラインはナスカ高原のプラットフォームに正確に重なり合います。つまりナスカ高原のこのプラットフォームはパプアニューギニアの3つの火山の方向を示しているということになります。左上がパプアニューギニアの3つの火山です。右下がナスカ高原のプラットフォームです。このような形で一致し、そして間をつないだのが羽が比較的小さく、そして尾羽が異様に長い鳥ということになります。またそれがナスカ理論の正しさの証拠と証明ということになります。ナスカ・ジオグリフス are landmarks that show what is in the direction of the line. Here is one example which has been explained as a tree in ナスカ。ナスカの地上絵はそのラインが示す方向に何があるか、それを示すランドマークです。その一例を皆さんに紹介します。ヒロシ・ハヤシ・ハママシティ・ジャパン。この木の説明はメソポタミアの宇宙空港と言われているシッパルから始まります。Zecharia Sitchin writes in his book that as gold production falters, Anu arrives on Earth with Enlilu, the heir apparent. It is decided to obtain the vital gold by mining it in southern Africa. Drawing lots, Enlilu wins command of Earth's mission.And Enki is relegated to Africa. On departing Earth, Anu is challenged by Alalu's grandson. ゼカリア・シチンは
地球年代記の中で次のように書いています。金の生産が落ちてきた時、アヌがエンリルとともに地球に到着した。彼らは南アフリカで鉱脈を掘り、金を積極的に入手することを決定した。エンリルは地球隊の司令官となった。エンキはアフリカへと追いやられた。地球を去るとき、アラの孫によってアヌは攻撃された。広志林、浜祭りジャパン。そのゼカリア・シッチンがスペースポート、つまり宇宙空港と位置づけたメソポタミアのシッパルから南アフリカのフェルヌクパーに向けてラインを引いてみます。今赤丸をつけたのがシッパルです。私林博氏はフェルヌクパンがいわゆるゴールドマイニングの拠点であったと判断しています。その第一の理由が、シッパルからフェルヌクパンにラインを引くと、そのラインはフェルヌクパンのグレートトライアングルと正確に重なります。右上がシッパルです。そして左下がフェルヌクパンです。フェルヌクパンの緯度は正確に南緯 30.0000 です。中央上に矢印で示したのがシッパルから引いてきたラインです。そのラインは私がグレートトライアングルと呼んでいるラインの左斜辺と正確に重なります。つまりこのグレートトライアングルの向かって左側の斜辺は正確にメソポタミアのシッパルの方向を示しているということになります。今日の動画はここから始まりますが、偶然ではありえないという事実を積み重ねながら、偶然ではないということを証明していくのが林博氏のライン理論です。ここで一つ外堀を埋めておきます。フェルヌクパンのグレートトライアングルと私は呼んでいますけれども、その左側の斜辺は正確にメソポタミアのシッパルの方向を示しています。では右側のラインはどこを示しているかということなんですね。でこのラインを北の方に伸ばしてみます。まっすぐ、伸ばしてみるわけですね。そうしますとですね、マリ共和国の私がブロークンアローと呼んでいる奇妙な山へやってきます。なぜブロークンアローかというとですね、壊れた矢のようであるから私はそのように名付けました。でこれがですね、偶然の産物ではない、いわゆる自然にできたものではないということはですね、ナスカのグランドクロスの横軸と、そしてエジプトエトフの神殿ホルス神殿をつなぐと、このやや下を通りますけれども、平行にこのそのラインがですね、このブロークンアローの下を通るということなんですね。つまり逆に言いますと、このブロークンアローという、山はですね、正確にナスカのあのグランドクロスの横軸を示しているということになります。縦軸はポプカテルペテル山、ポプカテペテル山ですね。そしてその先で現在の USA のエリア51とつながっています。51というのは火星を意味します。ですからこのナスカ高原の近く、周辺パラカスではですね、縦長長頭人間すなわち火星人イギギの頭蓋骨が300個以上見つかっています。今ナスカ高原のグランドクロスをご覧いただいています。横軸はですね、正確に、そのブロークンアロー、そしてその先でエジプトのホルス神殿へとつながっています。そして縦軸はメキシコのポポカテペトル山を通ってエリア51を正確に示しています。こういう位置関係にありますが、ここで謎が終わるわけではありません。フェヌクパンからブロークンアローへのラインをさらに延長してみます。
セルヌクパンからブロークンアロー、そして延長するとアフリカのこの山にやってきます。名前が分かりませんのでアンノンピークとしておきます。で、中央から中心からですね、右下に引っ張っている黄色いラインがフェルヌクパンから引いてきたラインです。逆にこの山の頂点からフェルヌクパンのグレートトライアングルに線を引くと、その線はですね、あのグレートトライアングルの右側の斜辺と正確に重なります。まあ、そういう位置関係にあるということですね。南アフリカのフェルヌクパンの中に描かれているグレートトライアングルです。このグレートトライアングルの左側の斜辺は正確にメソポタミアのシッパルの方向を示しています。シッパルというのはゼカリア・シッチンが言うところの宇宙空港です。そして右側の斜辺、今ブルーのラインでそれを示していますけども、そのラインは正確に先ほどのアンノンピークの方向を示しています。緯度経度はここに示しておきます。では皆さんを北アフリカ、正確には北西アフリカのアンノンピークへ案内します。で、そのアンノンピークは今中心点にありますが、ここに奇妙な地形をした大地が広がっているのがわかります。この辺りですね。で、この地形に注意してください。で、こういう時はですね、その辺りで最も高い山にその点を取るわけですけども、この辺りではそのアンノンピークがその点ということになります。今赤い丸で示してみました。その頂点からですね、ナスカに一本線を引いておきます。この線が後で大変重要な意味を持ちます。そしてフェルンクパンから引いてきたライン、それがですね、中心から右下の方に走っている黄色いラインです。まあ、こういう位置関係にあるということです。で、なぜここの点がですね奇妙かというと、まあ、これがですね自然の造形物というのにはですね少し無理があるのではないかということです。直線的な山ですね、そして奇妙な大地、そしてその斜面にはですねこのような、まあ、意味不明なですね、まあ、地形が見られるということです。Google Earth で戻ってみるとですね、2010年以前には、まあ、この写真はまだ発表されていませんので、少なくとも2010年にはこのような、まあ、地形があったということになるわけです。そしてこうした、まあ、自然らしからぬ、まあ、自然にできた地形らしからぬ地形がですねこの辺りには散在しているということです。ここがそのつまりはアンノンピークの周辺ということになります。結論ということになります。アンノンマウンティンからナスカにラインを引っ張ってみます。滑走路が見つかります。で、この滑走路の場合はですね入り口のところに小さなマウンドがあります。黒い点がその小さなマウンドということになります。ナスカのプラットフォームには位置方向を正確に示すためにところどころにこのようなマウンドがあるということにも注意してください。
中央下にそのマウンドを示しました。そのマウンドからまっすぐと左の方向にラインを引っ張ってみます。つまりアンノンマウンティンからのラインはですね、この滑走路と正確に重なるということになります。その滑走路の入り口に注意してください。この滑走路の入り口に注意してください。それをこれから皆さんにご覧いただきますが、今この黄色いラインが、つまりアンノンマウンティンから引いてきたラインです。そのラインといいますか、滑走路の入り口のところにこのランドマークがあります。注意深くご覧ください。このランドマークです。一般にはナスカでは木、トゥリーと説明されていますが、これはトゥリー、木ではありません。よく見てください。一見すると木に見えるところから木ということになっていますが、90度左に回転するとそれはそのままアンノンマウンテン周辺の地形と一致します。左がナスカの地上絵です。右が、北アフリカのアンノンマウンテン周辺の地形ということになります。左右を見比べてみてください。つまりこのような形でアンノンマウンテンのラインがですね、ナスカにあり、ナスカの滑走路はアンノンマウンテンの方向を正確に示しているということになります。つまりナスカのこの地上絵は木、トゥリーではなくて、北アフリカにある地形そのものの方向を示すランドマークということになります。つまり冒頭で言いました、左のこのランドマークは何か、つまりは北アフリカの地形を示すランドマークということになります。Okay, have a look at these line pictures. Can you see Chinese cap decorations here? No, because that is what I found. Okay, thank you very much for watching, and now you see what these are. Aliens on the Earth are humanoids who can't read or they don't use letters, and they use a sort of a picture landmarks. And this is why they need such landmarks.Right? Thank you very much for watching, and I hope you know or you understand what these are. Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Bye! ナスカの地上絵 Line Pictures はですね、その滑走路が示す、その先にある拠点を示すランドマークですというのが、私林浩司の説です。この説を最初に発表したのが、もうすでに3年近く前の2014年の5月前後です。それ以前からその避難型のようなものは発表してきました。で、この地上絵は何かということですね。で、一つの例ですけども、ウラウンザンを皆さんにご覧いただきます。私はこのウラウンザンはですね、拠点中の拠点であったと判断しています。ウラウンザンを示す滑走路プラットフォームは十数本あります。プラットフォームも、2箇所あります。そのプラットフォームの横には、一般には三角形と呼ばれているこのような地上絵がありますが、これは三角形ではありません。その形、姿はですね、ウラウンザンのそれと酷似しています。またパレンケですね。で、このパレンケといえばハチドリなんですよね。そのパレンケから
ナスカに線を引いていますと、このような滑走路が見つかります。そしてその滑走路の横には、ハチドリの絵が描かれています。まあ一般にハチドリと言われてますけども、パレンケといえばハチドリ、ハチドリといえばパレンケということになります。ここにそのハチドリの絵が描かれています。まあ大抵この滑走路の右脇、あるいは左脇ということになります。まあ、あの滑走路はですね、離陸点とスタート点とありますよね。要はスターティングポイントとリービングポイントとあるわけですけども、その、まあ、リービングポイントあたりに描かれています。これはアメリカの USA のサーペントマウンドです。サーペントマウンドからの滑走路もあります。そのサーペントマウンドの離陸点ですね、リービングポイントのこの場合は右脇にトグロを巻いたヘビが描かれています。一般には螺旋形というふうに説明されていますが、しかしこの螺旋形は螺旋形ではありません。蛇です。ちゃんと頭があります。注意深くご覧ください。すなわちこの、蛇はですね、アメリカの USA のサーペントマウンドを示しているということになります。それから蛇の王国、別名蛇の王国と呼ばれているカラクルムです。スペリングが違いますがごめんなさい。そのカラクルムはですね、蛇の王国と言われまして、キングサーペント、あるいはキングスクローリングサーペントというように王がですね、まあ、蛇の名前を使っていました。トグロを巻く蛇、そのカラクルムからの、ラインは3つ、滑走路は3つあります。3本あります。その中でも一番古いこのラインの右脇にもやはり蛇のトグロを巻いた、いわゆるスクローリングサーペントが描かれています。つまりこの先はカラクルムだよということを示しているということになります。そして隠居です。で、隠居の滑走路もあります。その滑走路はですね、ちょうど、ギザとナスカを結ぶ、まあ、両方を示している滑走路 を横切っています。この一本の滑走路で両方を示す滑走路は2本林浩司は見つけています。その中の1本をですね、このような形で横切っています。その脇にはですね、やはりランドマークが描かれています。これはあの中国のですね、刀剣、刀の形をした銭かもしれません。あるいは秦の始皇帝がかぶっていたようなすだれのある帽子だったかもしれません。まあ、判断ちょっと苦しんでいるわけですけども、まあコンセプトとしてはこの秦の始皇帝のかぶっている帽子を見ていただきたいんですけども、それに似ていると。あるいはこれ刀剣かもしれませんね。いわゆる刀の形をした銭、お金ということになります。コインということになります。まあ、そうしたものをこのように書かれているということですね。これも私林浩司が発見したんですよ。あのどんな本にもこの地上絵は紹介されていません。で、先ほどの冒頭に説明しましたウラウン山です。まあ、拠点中の拠点ですね。で、ウラウン山と富士山とつなぎますと、水上山の山頂の一番奥の小さな社といいますか、祠につながります。ウラウン山のプラットフォームは2箇所あります。もう1箇所はこれ、ここにお見せしているのが、そのウラウン山のもう一つの、プラットフォームです。で、この場合はですね、両端にマウンドが作られています。極めて正確に、まあ、位置が分かるようになっているわけですね。そして、そのやはり右脇ですよね、出発点から見ると右脇に、雲の絵が描かれています。一般にはこれ毒雲ということになっています。まあ、毒雲でも何でもいいわけですけども、雲の絵が描かれています。もし毒雲とするならば、これはウラウン山に住む毒雲ではないかと私林浩司は考えています。まあ、雲ですよね。で、今度はサラデコイパサですけども、サラデコイパサの滑走路は極めて長大で長いです。10キロ以上あります。その脇にここに描かれているのが、コンドルですよね。で、これはコンドルというふうに言われてますけども、これはコンドルではありませんね。まあ、一目瞭然です。尾羽が長すぎます。まあ、つまりこのような形でですね、まあ、適当に名前が付けられているということです。はっきり言えばね。まあ、これはコンドルですけども、尾羽の長さを比較してみてください。まあ、コンドルというのは尾羽が短いんですよ。カラスは長いですけどもね、余計なことです。まあ、コンドル、比べてみてください。どうしてみんなコンドルということになるのでしょうか。まあ、この辺りに住んでいる鳥を、まあ、このように、まあ、その鳥の名前を冠したということにもなるわけですね。まあ、しかしこれはコンドルではなくて、やはり私はこの 場所的といいますか、位置的に考えてですね、このウラウン山の方向を示すあたりにありますから、やはりウラウン山あたりに住む鳥ではないかと思います。まあ、パプアニューギニアというところはですね、まあ、鳥の、まあ、なんて言いますか、
鳥の生息地ですけども、この辺りの鳥は、まあ、尾羽が大変長いんですよね、まあ、その中の人ではないかと思います。尾羽が大変長いということでね、まあ、私はそちらの鳥を示していると思います。まあ、絵の大きさ、立派さから考えてね、近くを示す、ランドマークではないと思います。つまりコンドルではないということですね。まあ、この辺りにはペルーの辺りにはコンドルはいますけどもね、ですからコンドルではないということです。尾羽が長すぎます。ですから、まあ、尾羽説は、まあ、どうかなというふうに考えています。ということで、ナスカの地上絵はランドマークである。ナスカの地上絵イコールランドマーク説 by 広志林ということになります。まあ、こういう形でね、ナスカラインの謎を解いていくわけです。まあ、いかがでしたかってことですよね。それでは皆さん、バイ。Video Diary, February the 16th, 2017 ビデオ日誌です。by 林博士。運命論について簡単に話しておきたいと思います。私はですね、まあ、私、あくまでも私の個人的な考え方ですけども、私という人間を見たときにですね、私の脳みその思考回路の中には、まあ、未来に向かっての運命論といいますかね、少なくともスピリチュアルなものの考え方というのはないんですよね。ないものはないであって、どうしようもないんですよね。ですから運命というのはあるにしても、それは未来に向かっての運命ではなくて、私が歩んできた道そのものが運命であったと考えるなら、あるいは過去についての運命というのはあると思います。例えばその都度ですね、私は右へ行きたい、左へ行きたい、こっちの道へ行きたい、こう行きたいと思ってもですね、まあ、自分自身の生い立ち、環境、それからその時々の、まあ、社会的な状況、そして、まあ、いろんな、ね、経済的、もっと細かい点で言えば経済的、家族の問題、いろいろあって、まあ、いつの間にか、まあ、このようになってきたという意味でね、まあ、振り返ってみると、それが私の運命であったと思うんです。まあ、そういう意味では運命というのはあると思います。しかし、この先、未来については、これは運と確率の問題になってきますからね、もちろん私はこうしたいんだと思ってもですね、それを許してくれない環境が整わなければですね、そうしたことが自由にはできなくなるわけですから、まあ、そういった意味では、まあ、自分の進むべき道、あるいはどうあるかという、まあ、道と言いますかね、まあ、その都度人間というのは迷いながら、そして選択しながら進んでいくわけですから、まあ、そうした道というのは、まあ、未来に向かっては、まあ、今この時点においては確定的なものはないということですね。それは結果としてあくまでも運命というのは決まるのであって、未来に向かってやっぱり決めていくのは私自身 の、まあ、力と言いますかね、努力もありますしね、まあ、健康問題もありますし、まあ、財政的な問題、まあ、いろいろあるわけですよ。そうしたものがこうもろもろに絡んでですね、そしてこう私という人間を、まあ、引っ張っていくわけですよね。引っ張るというか押し込められていくというかね、その辺はちょっと難しいニュアンスの問題がありますけども、そういった形で自分というのが決まっていくわけ、そういった意味での、まあ、運命というのは あくまでも結果であって、未来に向かっての運命というのはないんだということですね。ですからまあ、よくね、私はだから占いとかね、ああいうのは一切受け付けないんですよね。体質的にダメなんですよ。今でもね、コンビニなんか行きますと、まあまあね、どこかの偉い先生がですね、まあ、いろいろなことを
占っていらっしゃいますけども、まあ、読んだことも見たこともありませんがね、まあ、パラパラっと見てへーって感じでね、まあ、決してそのそういった世界を否定しているわけではありませんよ。しかしやはりね、その運命を決めていくのは私たちだということになるわけです。その運命についてですね、まあ、私はこう考えるところに、まあ、それは前にもね少し話したことありますから、それは横に置いて置いて置いてですね、その運命について私は、まあ、こんなふうに思ったことがありますね。その運命にしろですね、あるいはその、まあ、特に、まあ、私たちが逆境と呼んでいる、まあ、自分に対してね好ましくない、まあ、その状況、あるいはその病気でもそうですし、まあ、どんなものでもそうでしょうけども、自分の前に大きく重い石のようにその自分の前に立ちふさがってですね、そして進むべき道を、まあ、塞いでしまうということがありますね。まあ、その例えば、まあ、いろんな問題があるんですよね。それぞれの ご家庭にも皆さんにもそうした問題があるかと思います。でそうしたその、まあまあ、問題に対してね、この運命を例に挙げて言うならばですね、そのまあ、孤独もそうでしょうね。運命、孤独、それからまあ諸々の逆境ですよね。そうしたものっていうのはですね、逆らえば逆らうほどその牙を向いてうわーってね、牙を向いて襲いかかってくるもんだということですね。それはもう今から2、30年前に私自分で、もうねはい、いろんなことありました。そういうことがあって自分で発見した一つの、まあ、哲学、真理って言えるほどのようなものでありませんけどもね、ではないかなと思うんですよ。例えば運命にしてもね、私はこっち行きたいんだ、しかしそうはいかないんだ、あっち行きたいんだ、そうはいかないんだよっていう形でね、自分の、まあ、人生が八方塞がりになってしまって、四方八方から自分が攻められてくるわけですよね。そんな時にですね、そうした運命に逆らう、まあ、例えば分かりやすい例で言うと孤独がありますよね。皆さんの中には毎日ね悶々とした孤独に苦しんでいらっしゃる人もいらっしゃるかもしれませんよね。まあ、いらっしゃると思います。それはごく普通のことですからね。まあ、今これからそれを話しますけども、そうした運命にしろ孤独にしろ逆境にしろですね、逆らえば逆らうほど牙を向いて襲いかかってくるんですよ。ですから、どうするかですけども、まあ、その中に大きな病気も入るでしょうね。大きな病気でもそうですし、家族の生老病死にしてもですね、まあ、その苦しいですよね。ものすごく苦しい。それは苦しむということはですね、その逆らうから苦しいんですよね。じゃあどうするかですけども、受け入れてしまえばいいんですよね。ところがその受け入れてしまいますとね、そのいわゆる、まあ、運命にしろ孤独にしろ、まあ、逆境、病気ですよね、生老病死って言いましたけども、そうしたものについてもですね、受け入れてしまえばね、なんだみんなそうなんだ、僕私一人だけじゃないんだっていう感じで受け入れてしまうとですね、例えば運命にしろ孤独にしろね、そのさーっと向こうから逃げていきますね。向こうから逃げていく、まあ、もともとですから、まあ、擬人人に例えるならばですね、まあ、いわゆる比喩的に言うならばですね、運命にしろ孤独にしろ逆境にしろ、まあ、あえて言うならば臆病者だということですね。もともと臆病者なんですよ。ですから受け入れてしまいますとね、尻尾巻いて向こうの方から逃げていきますからね、まあ、そういうことは、まあ、多々よくあるわけですよね。例えばその私の母にしろ、兄は我が家に3ヶ月いて、それからまあ病院に入りましたけども、母はちょうど2年間私の家で最後の2年間を過ごしたわけですけども、それまでにですね、いろいろその老人介護についていろいろまあ言う人がいましてね、そしてそのいろいろと苦労話を聞かされてましたので、そんなに大変なのかなんてね思ったんですけども、意外とそのまあ、母と私というのはその基本的には良好な人間関係があったってこともあるわけですけども、私はとにかく何でもなかったんですよね、私にとっては。ですから、まあ、特に私なんかはおじいちゃんおばあちゃん子でしたからね、子供の頃、祖父母の扱い方といいますか、祖父母との接し方をよくしてましたから、まあ、それなりに言ってます、何でもなかったんですけどもね。で、まあ、そのただ一回失敗したことがあるんですよ。母は、まあ、特に、まあ例えば
便の始末ですよね。小便、大便の世話というのは、ワイフはできないんですよね。できなかったんですよ。というのは、老人と付き合った経験が長いないんですよね。しかし、私の方は、そういった、さっき言いましたように、3世代同居する、住宅といいますかね、そういった家でおじいちゃんおばあちゃんと暮らしてた、いつもね、寒い時はおじいちゃんおばあちゃんの布団の中に入って寝てたというような経験がありましたからね、そういった意味で接近感といいますか、親近感があったんでしょうね。でもそういった世話を私がしてたんですけども、母はですね、我が家来た時からほとんどもう耳が聞こえなくなってたんですね。で、私はですね、おむつを上げて下げて上げて下げてという時に、おむつを替える時に、ね、どうしても足を上げてもらわないかんでしょ。その時に合図のつもりで、そのいわゆる、かかとのところを、ね、ポン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 叩いてたんですよ。右足上げてポンポン、左足上げてポンポンって言ってね、それで、その叩くのが合図だったんですよ。それでその上げて、そしてその片足を上げて、そしておむつを通して、また下ろして、今度は腰なしだよって形でポンポンと叩いてたんですよ。で、それがですね、当時母は93歳、2歳、3歳だったんですけども、知らなかったんですね、私、あざになってるということを。それで、その週に2回だったかな、デイサービスに行くんですけども、ある時ね、そのデイサービス の, その園長先生から電話がかかってきましてね、林さん、ちょっと来て説明してほしいことがあるって言うんですよね。で、何事かと思いましてね、それでその母を迎えに行った時に、その園長室に行きましたらね、このお母様の、ね、足にこのあざがあるけども、これはどうしてついたあざですかって言われたんですよね。で、その時に、って感じで確かにあざありましてね、その時初めて気がついたんですよ。ああ、で、そしたらね、園長先生が、老人の皮膚とかね、血管は脆いから、そんな叩いて合図しちゃいけません、お叱りを受けたわけですよね。話は全然それましたけども、しかし、そういった失敗もありますけども、とにかく楽しくはありませんでしたけどもね。しかし、なんとなくやりこなしたわけですけども、その時もですね、例えば老人介護についてもですね、嫌だ嫌だ、なんとかして回避しよう回避しようっていうふうに逃げ回ってますと、その負担感はものすごく大きくなると思いますね。それで、他人に対してね、愚痴ばっかり言うようになるわけですけども、なんだこんなもんだって受け入れてしまえば、さらっと言ってしまうってことは、私はその実感として、その感じましたね。ですから、当初大変だ大変だって聞かされた時には、本当に気が重くなりましてね、もう僕にできるんだろうか、どうしたらいいんだろうって、本当に迎え入れるまでは緊張しましたけども、その時なんですよね、いわゆる運命というのはそういうものなんですよ。自分にのしかかった、なんて言いますか、やるべきことになってくるわけですけども、そうしたことをやるとき、やりこなすときにね、例えばそういった運命というのはみんなあるわけですよね。その私はそんなことしたくなくて、これからね、ヨットで世界一周してみたいんだなんてね、思っていても、それはそうはいかないということですね。がんじがらみになっているということです。で、そういったその運命というものに対して、逆らえば逆らうほど、負担感が大きくなり、苦痛になり、大きな、重い石となって自分の道を塞ぐわけですよね。しかし、受け入れてしまうとね、何でもないわけですよ。そういったことがよくあるという意味でね、何でもなくなるんだよということがよくあるという意味でね、運命というのは、臆病だ、すなわち受け入れてしまうとですね、向こうの方から去っていくんだということを、私は実感として、一番近い、実感ですけどもね、学びました。そういうことでね、運命というのは、ある。孤独もそうですよね。孤独っていうのもね、孤独だ、孤独だという部分においては、かなりこう、うつ病的な、うつ病という言い方もね、ちょっときつい、きついかもしれませんけど、うつになった状態、落ち込んだとき、いわゆるディプレッションの状態になりますと、やはりそういったその苦痛って言いますかね、孤独っていうのがひしひしと大きくなりますね。いわゆる先のことを悩んで、今をとにかく精一杯生きて、明日は明日で結果が来るんだっていうふうにね、割り切るってことはできなくなってしまうんですよね、あれね。私もそのたびたび経験してますからね、あんまり偉そうなこと言いませんけども、とにかくそうした孤独にしてもですね、受け入れてしまって、みんなそうなんだと、僕一人だけじゃないんだと、みんなその孤独と、あるいは病気でもそうですよね。もう
そういうものと無縁の人というのはいないわけ。ただ、早く襲い来るか遅いゆっくりやってくるかの違いですけどもね。どっちにしても、例えば今、病気でなくたって来年は分かりませんしね、5年後には確実にやってきますからね。ですから、まあ、ただ早いか遅いかの違いだけであって、まあ、早く経験するか、まあそういうまあ、そう今日のテーマじゃありませんのでね、それはまあその程度にしておきますけども、そういう形で、自分というものに襲いかかってくるわけですけども、その時に、まあ、大切なことは受け入れてしまうということですよね。まあ、居直ってしまうということですよね。そうしますと向こうの方からさーっと逃げていきますからね。ですから、まあ、私は先ほど言いましたように、そういった意味でね、運命にしろ、まあ、孤独にしろ、まあそのね、逆境、特に病気ですよね、まあ、そういうものについても受け入れてしまうということが、まあ、大事だということですよね。そうすれば向こうの方から逃げていくということです。ですから逆らってね、どうして私だけが、どうして自分だけがこんなにっていうふうに悩んではいけないということですね。ああそんなもんだよ、人間生きていくという上においてはみんなそんなもんだよ、私一人だけじゃないんだよ、そういった気持ちが、まあ、先へと展望性を、まあ、展望を、まあ、展望性を開けるというのもおかしいですね、展望をそのなんて言ったらいいんでしょうかね、明るくするというかね、まあ、なんて言いますか、道が開けていくということですね。でどういうことかというと、まあ、そういったその、まあ、それが悪いわけじゃなくてね、特に孤独なんかはもうどん底のどん底まで孤独になって苦しみますとね、ポカンとあれ穴開くんですよね。あれ面白いんですよね。そうしますとそこの間ストンと落ちるんですよ。途端に孤独っていうのは抜け出ることができるんですね。ですから悩んだり苦しんだりするということは無駄じゃないんですよね。それはもうとことんやっぱり悩む苦しむ、そして行き着くところまで行った時にポンとこそ抜け出るということがありますからね。まあ、そういうこともありますから、その時に、まあ、思うわけですよね。まあ、まあ、その受け入れるというのは大変でしょうけどもね。まあ、抜け出れば、その先に、まあ、道が開けてくるということになってきますとね、そこで素晴らしい世界がその向こうに待ってますからね。どういう世界かというと、その自分がそういった経験をすることによって、その他人って言いますかね、周りの人たちの、そういった状況にある人たちの気持ちが理解できるようになるということですね。いわゆる、まあ、共鳴性の問題になってくるわけですけどもね。そうしますと、そこから人間的な温かみ、豊かさ、それからなんて言いますかね、慈愛の念、あるいは慈悲の念というのが生まれてくるわけですね。さらには、まあ、ひょっとしたらですよ、愛というのもそこから生まれてくるわけですよね。愛おしいと言いますか、そういった人たちに対してね、共感を覚える心境になるのではないのかなと思いますね。まあ、それはまだ私もよちよち歩きで偉そうなことは言えませんけど、今でも毎日よちよち歩いている感じですから、大したことは言えませんけども、ともかくもそういったそのことになりますよね。まあ、特に病気なんかもそうですね。その時はもう狼狽し、混乱し、ね、苦しんでもがくわけですけども、まあ、その段階を経ますと、とにかく今生きてるんだからいいじゃないかっていう感じでね、受け入れることができるようになるわけですね。そうしますと先に展望性が開けます。展望性開けっておかしいんですね。なんて言ったらいいんでしょうかね、先が見通せるようになるということですね。ということで簡単ですけども、今日のビデオダイアリー運命について考えてみました。皆さんもいろんな運命を、まあ、持ってらっしゃいますよね。まあ、過去はもうできてしまったもんですからいじくることはできませんけども、この未来の運命を決めていくのはやはり私たち自身だということですね。そしてその運命の、ね、土俵際に追い込まれてもですね、踏ん張り勝ちするんですよね、あれね。そうしますと、その、なんて言いますか、その踏ん張るところに、また、まあ、こんな客観的なこと言うと、叱られるかもしれませんけども、人ごとのように言ってしまうのは危険かもしれませんけども、その踏ん張るところから、人生のドラマが生まれ、そのドラマが美しく輝くようになり、そしてそのドラマにこそ、人間が生きていく価値があるんだということになっていくのではないでしょうか。まあ、この続きはまた、次の機会にしたいと思います。では皆さん、最後までご覧くださいましてありがとうございました。 Bye for now。
Mr. Jason Clavito writes in his website that the Nazca astronaut, known to archaeologists as the Owl Man, is an etched geoglyphus in human form, approximately 100 feet or 30 meters high, situated between two etched parallel lines on a hill near the Nazca Plateau, such that it could be seen from the coast. The long-time scholar of the Nazca drawings, Maria Rich, named the figure the Owl Man when she published the first aerial photograph of it in her 1949 book, The Mystery of the Desert, which suggested an astronomical purpose for this and other Nazca etchings. It became known as the astronaut only after ancient astronaut writers popularized the image. ナスカにはナスカのフクロウ人間、現在はナスカの宇宙飛行士としてよく知られている地上絵があります。高さは30メートルです。その地上絵が世間に知られるようになったのはマリア・レイチェが1949年に書いた砂漠のミステリーという本だそうです。それはともかくも、この地上絵は何のためにここに書かれたものなのでしょうか。丘の上に書かれているため、遠く離れた海岸からも見ることができるそうです。広し林、浜松シティ、ジャパン。それでは皆さんをフクロウ人間の絵の書いてある場所へ案内します。ナスカの地上絵イコール道路標識施設 by 林博史です。例えば猿の絵がありますが、あの猿はスリランカのラバナ神、つまりラバナ猿を表したものである。また渦巻きは蛇、パレンケの蛇、あるいはカラクムルの蛇を表したものである。ハチドリはパレンケのハチドリを表したものである。さらに三角と言われている地上絵がありますが、あれはウラウンザンを示したものである。少し離れたところにありますルリパタの地上絵はギアナ高原のペモン族を表現したものである、などなど。今ご覧いただいているフクロウ人間もその中の一つであるということです。そこでギザのピラミッドナンバー2からそのフクロウ人間に線を引いてみます。ギザのピラミッドナンバー2です。ここからペルーのナスカに向けて線を引いてみます。これは2013年の地上絵ですけども、その線はまっすぐとこのフクロウ人間を縦に割ります。つまりこのフクロウ人間はギザのピラミッドの方向を示しているということになります。ただ粘土によってはギザからのラインがこのフクロウ人間を縦に正確に割らないことがあります。それは Google Earth がですね、ナスカの地上絵を写真に収めるときに斜め上方から撮った場合にそのような狂いが生ずるものと判断します。そこでナスカの地上絵の周辺の直線がですね、直線になっているかどうかを見ながら判断します。つまり真上から見た場合にはその直線は直線になっているからです。やや斜めから見た場合にはその直線が凸凹になっています。そういう考え方で見るとですね、順に2016年、2014年、2013年と続いていますけども、2013年のこの地上絵はほぼ真上から写真を撮ったものと判断できます。そういうことからですね、このフクロウ人間は正確にギザのピラミッドの方向を示していると私、林博史は判断しました。例えばこれは空中撮影によって撮られた
袋人間ですけども、撮影する角度によってですね、ラインが左右に揺れている点に注意してください。真上から見た図形でないと、このように線がそれぞれの方向を示すということです。ついでですが、この辺りの様子がどのようになっているかも簡単に調べてみました。この中央、上から下に一本の道路が走っています。この辺りに支点を置いて、その辺りがどうなっているかを調べてみました。最初に小さな小山が見えます。この小山の向こう側に袋人間が描かれています。このような地形になっています。反対側です。で、さらにぐるっと回って、そして元の場所に戻ってきます。ここが元の場所です。ナスカの袋人間だけを見ていると、何が何だかわけがわからなくなります。が、しかし、このような道路標識はあちこちにあります。三叉の大食台もその中の一つです。三叉の大食台へ皆さんを案内します。この岩盤にもやはり地上絵が彫り込まれています。が、これは道路標識です。それぞれの角、あるいは枝分かれしているところに点を取ります。このラインはプーマプンクを示しています。この方式はブライス・インタグリオスの方式と同じです。こうして点を取り、そして線でつなぐと、このラインはクスコの方向を示していることがわかります。そしてこのブルーのラインはナスカの方向を示していることがわかります。で、このプーマプンクからのラインは、このナスカの滑走路と正確に重なります。このナスカの滑走路はプーマプンクの方向を正確に示していることになります。緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身で確認してください。そのプーマプンクからアタカマジャイアントに線を引きます。アタカマジャイアントです。地球上で最大の地上絵ということになっています。目と口をつないだラインがプーマプンクの方向を示しています。そして縦線は正確にギザのピラミッドを示しています。まあ、このように他の道路標識と並べて考えますと、この袋人間、つまり宇宙飛行士も道路標識と考えられるわけです。またそのように考えてどうして間違っているということになるのでしょうか。で、結論ということになりますが、ナスカのこの袋人間がギザのピラミッドの方向を示しているという前提に立つならば、この袋人間は何らかの形でエジプトと関係があるのかということになります。またその可能性はないとは言えません。ただ先ほど見ましたように Google Earth で紹介されている写真がですね、必ずしもいつも真上から撮られたものでないということで、ラインがずれる場合があります。このような斜面においてはですね、カメラの位置が斜め方向にずれると、そのラインもずれるということもあるということです。それはともかくも、この袋人間が何らかの形でエジプトと関係があるのかないのか、似ているとするならばですね、やはりミイラの図と似ているのではないかと思います。そして先ほど見ましたように、この地上絵は遠く海岸からも見えるそうです。で、エジプトの壁画の一枚をここに皆さんに紹介します。雰囲気的にどこか似ているような感じます。特に半分に二つに割るとですね、一番右のミイラの形に似ているのではないでしょうか。というふうにも考えられるということです。この袋人間は何を表しているのか、今はペンディングという状態にしておきます。Bye for now.